飯田インター、飯田インターチェンジは、長野県飯田市大瀬木、北方、いくら町一丁目にある、中央自動車道のインターチェンジ。飯田市街地及び、下稲郡高木村南部への最寄り IC である。ネクスコ中日本名古屋市社飯田保全、サービスセンターと長野県警、高速道路交通警察隊員飯田分駐隊が、併設されている。飯田 IC は、 イーダバイパスに接続しており、周辺には商業店が多数ある。伊賀リバスストップは、イーダ IC 付近に設置されているバス停留所である。イーダ IC の敷地内ではないため、アルペン、稲ナ号については、中央道から一旦一般道に降り、バス停を経由して、また中央道に乗り直すルートを取ることになる。高速バス専用バス停は、イーダ IC 北東の農協直売所、 リンゴの里裏手で乗車券発券所が併設されている。一般路線バス専用バス停、農協前は離れた別の場所にある。伊賀漁バスストップから道路を隔てた向かい側、バス利用者専用の駐車場内にある。バス停名の由来は、旧伊賀漁村から新南交通高速バス、お知らせ大阪線伊賀漁停留所追加と、名刺に茨城の廃止伊賀漁バスストップに関する。 カテゴリー、ありがとうございます。